イスチャーアロマソープ、奇跡の潤い高まる肌エネルギーのご紹介をさせていただきたいと思いますので、それではこちらのモイスチャーアロマソープ、ご覧いただきますと分かります通り純金箔を練り込んでおります。たっぷりと 純金箔を練り込んでおりますので、菌の新陳代謝を高める効果で肌をどんどんと元気にしていく効果がございます。でヒアルロン酸を配合しておりますので、石鹸なのに突っ張らないしっとりとした洗い上がりをお楽しみいただけます。で石鹸というとあんまり泡が立ちにくいんじゃないかなとか、泡立ちネットを使わないとダメなんじゃないか、そんなことを思ってらっしゃる方が非常に多いのですが、こちらのモイスチャーアロマソープ、手だけできちんと泡立てることができますので、ただいまよりその泡をご紹介させていただきたいと思いますので、ご覧ください。まずはじめに両手を濡らします。両手を濡らして石鹸を取りますね。取りやすくなりましたよね。石鹸を濡らしましたら手の中で15回ほど回します。最初このぐらいしか泡はございません。ここからどんどんと立っていきますので、ぜひご覧になっていてください。水を足して指の間を開けてちょっと招くみたいな動きを手の上でします。そうしますとみるみると泡が立っていきます。わかりますでしょうか。どんどんと泡が増えていきますよね。でこちらの泡でクレンジングと、洗顔両方を一度に行ってしまうことができますので、面倒なダブル洗顔も不要となっております。ダブル洗顔わかりますか。ああいう泡で保湿ラインで保湿もできてしまう。やっぱりでこの泡で何ができるかというと、マッサージまでできてしまうんですよ。あのメイク落としをした後、余裕のある時にはもう一度泡を立てていただいて、肌の上でマッサージをしてみてください。保湿効果がますます高まります。石鹸なのに保湿効果と思われる方もいらっしゃるかと思いますが、ヒアルロン酸をしっかりと配合することで石鹸なのに高い保湿効果を実現しました。で今の段階でまだちょっと泡が粗いですよね。このぐらいしかこのぐらい経ちました。で、まだ泡が粗いので、細かいクリーミーな泡にしていきたいと思います。手をこすり合わせるように転がします。そうしますと、どんどんと細かい泡になっていきます。手で持ちきれないほどの泡が手だけで作れてしまうんですよ。なので、一般の方にも非常に使いやすいですし、実際直営の調剤薬局にただ置いているだけでもどんどんと売れていく、そんな商品です。さあ皆さん分かりますでしょうか。こんな泡が手だけで作れてしまうんですね。でここまで泡立ちましたら肌の上に乗せて、それでくるくると回します。その時も指の間を開けることで強い力が一気に肌にかかることを抑えることができます。でそういった形で、メイクと汚れとなじませていきます。でここまでなじませたら洗い流していただくんですが、皆様お気づきいただけましたでしょうか。使ってない泡もぴったりとくっついたまま離れませんよね。これだけ濃い重たい泡が手だけで作れてしまうんですね。なので非常に使いやすいですし、泡が立てば立つほど肌への接触面積が増えていくので、汚れを吸着する力が増えていきます。なのでしっかりと汚れを落としながら、またこちらのヒアルロン酸をたっぷり配合しておりますので、その保湿効果がどんどんとぐんぐんと肌に入っていく、そういったことを実感していただけるかと思います。で本日はサロン様向けにこちらの商品をはじめとして、スキンケアブランドカリンジュンをご紹介させていただいております。ありがとうございました。